だからこの後ね、例えば伊香保とか草津とか行かれる方とかいるじゃないですか。そういう方は寄ってからね、あ、買ってそのまま行って行くこともできますし、なかなか面白い、はい、道の駅前橋赤毛じゃないでしょうか。皆さんいかがですか。素晴らしいよね。なのでね、こう前橋のね、新たな玄関口ということで、ぜひ皆さんもこの後も楽しんでいただけたらなと思います。さあ、それでは次の曲いきましょう。